いつまでも俺のコピーじゃ、オリジナルは絶対に超えられない。ここはお前が考えてるほど甘いところじゃないよ。青道高校、キャプテン結城哲也率いる世代に、チームの2番打者であり二塁手のいつもニコニコしている人物がいた。その名も小湊洋介。いつもニコニコしているが、かなりの毒舌で相当な負けず嫌い。入部当初は身長も低く小柄で、監督から認められるほどの腕はなかった。そんな彼は周りのチームメイトと共に練習に食らいつき、レギュラー争いに勝ち抜き、ついに2番バッターの座を掴んだ。そんな彼が3年生の時、ある人物が高校に入学した。その名も弟の春一だ。兄をコピーしたような野球センスをしており、同じセカンド。木製バットを使うほどの自信家で、スイングスピードも速い。そんな弟に超えられまいと自ら鼓舞していた。しかし夏の大会準決勝でホーム突入の際に足を負傷、信頼していた倉持にそのことを伝えた。だが終盤で満足にプレーできない。チームに迷惑がかかるとうことから途中交代。弟の春一へと引き継がれることになった。そして引退後片岡監督に大学でも野球をすることを伝え、弟に青道のセカンドを託すことになる。それこそが彼の歩んだ記録。今回はそんな彼が大卒後西武ライオンズに入団。光る守備をプロの世界でも発揮してほしい。プロの世界か。面白そうだね。今回はそんな黄金世代のセカンド。小湊洋介のプロ野球人生を見ていきましょう。ということで皆さんこんにちは。今回はダイヤのエースから小湊洋介のプロ野球人生になります。技巧派で、選球眼が非常に良く、粘り打ちやセットプレーも巧みな投手が嫌がるタイプの選手。守備技術の高さと守備範囲の広さも優秀で、鉄壁のセカンドとして名を挙げた。青道魂に火をつけ、その名に恥じない活躍をしたい。それじゃあ楽しんでいこう。ということで1年目。1年目から1軍昇格。圧倒的な守備センスと打撃技術により打率3割、年俸アップの8000万となった。代打を経験したこともあり、他の選手より打席数は少ないが来年からはフル出場果たせるだろう。ちなみに今年ある人物がヤクルトに入団した。その名も倉持。小湊と二遊間を支えた男だ。へえ、あいつついに来たか。キャッカー、洋さん、とうとう俺もプロに来ましたよ。相変わらずテンション高いな。続く2年目。打席数も増え洋介はアベレージヒッターとして活躍。盗塁21、守備率9割8分9厘。初となるゴールデングラブ賞に選出された。その結果年俸アップの1億。洋介は来年からパワーを上げていくためトレーニングを続ける。そして今季ある人物が巨人に入団してきた。その名も小湊春一。洋介の弟が入団してきた。来たか春一。しかし巨人とは、驚きだな。兄貴、負けないよ。本気で行こうか。続く3年目。なんと打率3割4分4厘を記録しついに首位打者に選出される。左投手を得意としさらに進化する洋介。高校時代の姿からは想像できないほど進化した姿。かつてのチームメイトも驚いているだろうと洋介は感じた。しかし負けず嫌いな洋介。広島の菊池を意識し守備で負けられないと自分を鼓舞する。油断した瞬間おしまいだ。今はとにかく自分の可能性を突き詰めていくだけだ。洋介はさらに自信をつけるためトレーニングに励む。洋さんさすがだな、俺も負けてらんねえぜ。続く4年目。打率3割4分9厘となり再び首位打者、ゴールデングラブに選出。技術面は成長しているが、パワーに大きな変化はない。どちらかというと確実にヒットを狙う選手。それこそが洋介という存在だろう。そんな洋介に春一は伝える。兄貴、僕と勝負するまで引退はしないでね。勝負って、交流戦とかでやってるじゃん。日本シリーズ。日本シリーズで僕は兄貴に勝つよ。あっそ。まあ巨人は日本シリーズ常連だ。なら頑張るのは俺の方だね。春一とそんな会話をして来年を迎える。多分あいつは本気で言っている。弟との約束は果たさなければならない。なんとなくそんなことを思った。続く5年目。首位打者、ゴールデングラブに選出。さらに打率を上げなんと3割5分、しかも年俸アップの2億5000万。素の実力でガンガン成長する洋介。これからもこの2つのタイトルを獲得しつつ、他のタイトルも狙っていきたい。また、洋介は弟の他に勝負したい相手がいた。あいつ、プロでもなかなかいい動きしてるみたいだね。高校時代に勇敢を組んでいた倉持。日本シリーズで本気の勝負をしてみたい。待っててくださいよ。
弟の前に俺と決着つけましょう。続く6年目。残念ながら今季は打率2割9分6厘、3割超えとならず非常に悔しい結果となった。その結果首位打者に選出されず、ゴールデングラブのみとなり凌介にとっては非常に悔しい結果。確かに成績はいつも通り優秀だが、打撃タイトルはなし。負けず嫌いな凌介にとってこの成績は納得できるものではない。なんとかしないとね。そんな凌介を待っていたかのようにドラゴンズのあの男が微笑む。凌さん、待ちわびたぜ。続く7年目。ライオンズは CS を突破しクライマックスシリーズ進出。対する相手は、中日ドラゴンズ、倉持が所属しているチームだ。互いのチームは3対3のまま日本シリーズ7戦目。この一戦で日本一が決まる。凌さん、お久しぶりです。高校の時は鉄壁の二遊間と言われてた俺たちが今度は敵同士。なんだかワクワクしませんか。ああ、確かにそうだね。だけど、いや、だからこそ俺は本気で行く。倉持、絶対に勝利は渡さないよ。いいね。そうでなくっちゃ。もちろん春一も見ているこの試合。かつてのチームメイトも球場、画面の前で注目しているだろう。さすがの安打製造機。凌介は最終回までヒットを重ね。セーブに貢献。しかし点数をそれほど獲得することはできず投手戦となる。相手の倉持も必死に守り、凌介も必死に守る。その結果、2対1で西武ライオンズが勝利をつかんだ。マジか。はぁ、悔しいな。いい勝負だったよ。また戦う機会があれば負けないよ。そうっすね。必ずリベンジさせてください。今年の日本一は西武ライオンズ。埼玉は彼らの活躍を祝い、多くのライオンズファンが彼を祝福した。兄貴。やっぱりすごいな。だけど僕もただ追いかけるだけじゃなくなった。兄貴を追いかける僕じゃなくて、僕自身の野球で兄貴に勝ってやる。凌介の活躍を見て弟の春一も覚悟を決めたようだ。今よりも成長してやる。今よりも本気で取り組んでやる。そして兄貴を超えてやる。もちろん凌介は春一に負けるわけにはいかない。来年もこの調子で頑張るよ。ベスト9ももちろん継続して獲得だね。30歳となりプロ野球人生もそろそろ後半。凌介は弟との勝負という約束を果たす時は来るのか。続く8年目。一体どうしたというのか、試合出場回数は少なく足の速さはもはや鈍足。これにはとある理由があった。それは漆半月板損傷という大怪我。この怪我によりあの日の記憶が蘇る。もう自分はあんな思いをしたくない。大切な時期に怪我なんて。足の怪我がなんだ、こんなもんすぐ直してやるさ。これは長男の意地なのだろうか、弟に諦めた姿を見せたくないという思いがあったのかもしれない。やっぱり、兄貴はそうでなくっちゃ。来年は怪我を直し復帰してまた数々のタイトルを獲得してやる。大怪我だろうが立ち止まるわけにはいかない。続く9年目。怪我から復帰し今年の活躍にファンは不安があったものの。なんとバッティング技術に磨きをかけ打率3割1分2厘。ゴールデングラブを獲得し凌介は完全復活を果たした。ファンも彼の復活を祝福し、ネットでも盛り上がっている。負けず嫌いの凌介。彼を止められるものはもうない。さすが兄貴。そうでなくっちゃね。凌さんが怪我で終わるわけねえだろ。来年でプロ野球人生10年目。衰えも始まる頃かもしれない。ファンの期待もあるし、聖堂の名も背負っている。これからもタイトル狙っていくよ。続く10年目。再び打率3割2分となりゴールデングラブに選出。年俸もさらにアップし2億5000万となった。さすが凌介。これだけの成績を残せるとはただものではない。怪我の影響により足は遅くなったが、バッティング、守備面に磨きをかけむしろ進化する男。だがそんな凌介にも来るべき時が来た。それは肉体の衰え。抗えない現実である。果たして凌介はこれからこの影響にどう立ち向かっていくのか。続く11年目。打率3割5分、3本、48打点と前年をさらに超える成績を残す。さらに首位打者に選出され衰えを感じさせない大活躍。年俸キープの2億5000万となった。春一との決着に向け全力疾走。衰え切る前に日本一で勝負をしてみたい。兄貴、僕も決着をつけるまで引退できない。待っててよ。続く12年目。今季は残念ながら打率2割8分、目標である3割超えとはならなかった。さらに身体能力の劣化の影響によりミート、守備面以外能力は非常に低い。それでも負けず嫌いな凌介はファンのため、春一のためにバットを振るう。
一日でも長くこのプロの世界で野球をしたいと思っているからだ。そろそろ戦いたいね、春一。なんとなくだけどわかる。兄貴との決着はもうすぐだ。続く13年目。西武ライオンズは CS を突破し日本シリーズ進出。対する相手は、読売ジャイアンツ。あの春一の所属しているチームだ。春一、お前がどこまで成長したか。楽しみだよ。昔の僕だったら兄貴を追いかけ続けていたと思う。だけど今の僕は違う。負けないよ。日本一が決まる第7戦目。凌介はセンター前ヒットを1本、左中間を抜ける二塁打を打ち、得点圏ランナーとなりチームに貢献した。もちろん春一も負けじと粘り安打を製造する。兄貴として負けたくない凌介と兄貴に負けたくない春一の思い。この二つの譲れない思いが衝突し合う。そんな試合の結果は、春一、成長したな。6対3で巨人が勝利し、日本一に輝いた。よっしゃー。おめでとう春一。悔しいけど、お前がここまで成長したのは本当にすごい。もう過去のお前ではないんだな。弟との勝負に敗北した凌介だが、彼の成長した姿に嬉しさを感じた。そんなことを思いながら凌介は球場を後にした。弟のチームに日本一で負けてしまったものの、35歳にしてこれほどの成績を残せる兄。弟も兄もプロの世界で活躍する。これからも小湊兄弟に注目は集まっていくだろう。そして、中日ドラゴンズの倉持はポスティング。海外リーグで自分の力を試し、どこまで通用するのか気になるそうだ。そうか。鳴らし抜きで江戸目。海外は甘くないぞ。はい、俺の本気見せてやりますよ。そう言って倉持は海外へ向かった。やっぱりみんなとことん上に向かう。負けず嫌いなんだな。続く14年目。ついに試合出場回数96に減少。打率も2割8分となりタイトルはなし。守備での動きのキレも悪くなり観客からも衰えが伺えるようになる。そんな状況でも凌介は今まで自分を支えてきてくれたファンのため、そして負けず嫌いな性格で来年も続けることを誓う。役割ができたらその役割をしっかりとこなせばいい。それこそがプロ野球選手ってやつだ。続く15年目。体の衰えが激しくなり試合出場回数は24。さらに打率1割5分と非常に厳しい状況。その結果年俸7200万にダウン。そろそろ凌介のプロ野球人生の終わりが近づいてきているかもしれない。春一、俺は先に選手としての人生を終えるよ。お前も最後の最後まで全力でプレイするんだ。うん。兄貴の分まで頑張るよ。と言っても僕も残り少ないけどね。春一と言葉を交わし来年を迎える。もう悔いはない。凌介はそんなことを感じながら。16年目。凌介。引退を表明。最後は二軍生活を送り未練はないと言葉を残し選手生命を終えた。野球を初めて西道高校に入学し、スポーツの基盤をつけた男。弟に負けないように全力プレイした男のプロ野球人生が終わりを告げた。凌介は通算2000本安打達成したことにより殿堂入り。通算打率3割2分2厘を記録し西武の安打製造機と言われた男。途中怪我をして危ぶまれた状況がありながらも自分を鼓舞し野球を続けた男のプロ野球人生が終わりを告げた。凌介は引退後ライオンズの打撃コーチに就任した。ニコニコして優しいと思わせながらも、実はめちゃくちゃ厳しいコーチ。選手たちからは恐れられており、陰でネタにされているとのこと。もちろんそんな噂を聞いたら凌介は黙っていない。へえ、面白そうな話してるね。俺も混ぜてもらっていいかな。恐れられながらも信頼されているコーチ。これからは首脳陣の立場としてチームを引っ張る。やっぱり野球は楽しいな。こんな面白いスポーツ。やめられるわけないね。兄弟で野球をするということ。それはお互いに高め合えることができ、お互いを成長させる一番の存在。それは俺にとって弟だった。小さい頃は俺の真似をしていて正直、コピー、のような野球をしていた。だけどコピーをするというものはオリジナルがないこと。あいつはそれに気づいて自分の野球をするようになった。真似をするのではなく参考にする。そしてそこから自分のできることをやる。オリジナルの自分を見つけ、磨き続けるんだ。